吉田孝子は、日本の作曲家。伴貴士、吉田孝子、西加奈子、吉原清、吉原澄子の名義で活動していたこともある。東京府荏原郡目黒村大字目黒580番地に生まれる。父の吉田平太郎は陸軍少将で陸軍騎兵実施学校校長。兄に飯島忠がいる。4歳から山田流箏曲を習う。青山師範学校附属尋常小学校入学。1919年、父の渡満に伴い一家で東京市芝区高輪南町に転居。南高輪尋常小学校に転校。日本女子大学附属高等女学校入学。能所弁次郎からピアノを習う。一家で大久保百人町に転居。日本女子大学附属高等女学校卒業。兄の性の意向で人形劇団、プークの鳥山春菜と婚約させられるも、後貴子から破談にする。鳥山は後に貴子の妹の敏子と結婚した。音楽学者の田村弘定の下でハーモニーを習い、南青い音楽文庫に通って音楽を学び、アテネ・フランセでフランス語を習う。人形劇、サークル、ラ・クルーボでの活動を経て、1931年、築地小劇場に通い始め、久保久志と出会う。1927年、ピアノを在日フランス人のローゼンスタントに師事。後橋本邦彦の門人となり、1931年、デビュー作、カノーネの楽譜が、橋本の推薦で、音楽世界誌の付録ページに登場。やがて橋本に不満を持つようになり、菅原明朗の門下に入り、深井四郎や服部忠、近藤白次郎と交流。伴貴士名義による論文、本邦作曲会、及びそれに付随するミュージックジャーナリズムについての小論が、音楽世界検証論文の2等に入選し、音楽世界1932年1月号に掲載される。1930年から1932年まで、洋画家の三岸好太郎と不倫の関係となる。1932年、まだ三眼と交際していた時に、人形劇団、プークの高山忠賞と知り合い、同年10月に結婚。1932年から、プロレタリア音楽同盟に参加。1933年8月、反戦運動のための募金活動に参加し、高山と共に警視庁築地署に逮捕される。1934年、プロレタリア音楽同盟東京支部長代理となるが、同年、プロレタリア音楽同盟そのものが解散となる。1935年、高山と別居。1936年に離婚。同年から20年間にわたり、既婚の久保久志と不倫の関係となる。1935年、楽団創生を自ら設立、バルトークやショスタコービチ、ムソルグスキー、ドワイアン、ダビデンコ、ジャヌカン、さらに自分の作品を演奏させる。1940年、治安維持法違反容疑で4度目の逮捕、慢性腹膜炎により5ヶ月後に保釈。楽団創生は活動停止に至る。戦時中は反戦主義者にもかかわらず、体制翼賛的な日本音楽文化協会の作曲部に正会員として参加している。戦後に音楽活動を再開するが、1950年に NHK 出演者レッドパージ対象者とされる。1955年。内臓疾患で入退院を繰り返す。翌年、眼性腹膜炎で死去。日本近代音楽館、北海道立文学館所蔵。ありがとうございます。